失礼します。クズリュウ先生、お昼のご注文は？俺はなしで。む、我と一緒に食べぬのか？愛が気になるからさ。ほら、さっき連れてきた子悪いな。はい、室田さん、はい、実際の対局も本当にこうやって塾生さんが聞きに来て、うん、その場でお金出して出前取って、お金を現金で支払う。今でも決済スマホでできるんですけど、持ち込んじゃダメなのでちゃんと現金を用意しておかないと。なるほど、はい、それ忘れたら支払えないので。当時中学生だった藤井竜王名人はマジックテープのあれバリバリっていう財布を取り出して、かわいいって言われてました。そういうとこまで中継で、対局室にバリ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 結構音響き渡る。それがかわいいなって言って